それでは最後に東京工業大学増倉学長より閉会のご挨拶を申し上げます。増倉学長よろしくお願いいたします。はい。聞こえますか。はい、大丈夫です。はい。皆さん、えー、こんにちは。ただいまご紹介いただきました東京工業大学の増倉でございます。あの次年度の開催校ということで一言ご挨拶申し上げます。 本日は4大学連合文化講演会に多数のご参加をいただきまして、誠にありがとうございます。えご挨拶を賜りました、文部科学省大学研究基盤整備課植木誠課長、またあの大学、それぞれの大学でのデータサイエンス教育についてお話しいただきました、佐野先生、高橋先生、渡辺先生、横田先生、大変ありがとうございます。また、えー それぞれの専門分野のご研究について分かりやすくご講演いただきました、えー、パク先生、高橋先生、吉田先生、そして最後の森川先生、熱、えー、く御礼申し上げます。えー、実はきちっと準備していただいた原稿では、4大学連合の紹介というのがあったんですが、本日の最初の一橋大学中野先生のお話にすべて含ま,れま含まれていたので、えー ちょっと違う観点で紹介させていただきます四大学連合は2001年3月15日に当時の四大学の学長の間で四、まあ、大学連合憲章ということで結ばれましたただですね東大でもそれ以降4人学長が変わっておりますあのがでだから当初の関係と随分変わってるかなっていうのは正直な気持ちをがあるんですが 実は4大学の学長の間の関係としてはひょっとすると今までの中でも最もよくいろいろな話をしているのではないかというような気もしています。んこれはご想像の通りあのコロナ禍でオンライン会議が当たり前になってしまったことを受けて,受けてじゃないなということもあって4大学の学長が最近は毎月1回あの意見交換しています。 例えば先ほども紹介あの中野学長が紹介ありましたがあのワクチン接種ですねあの一橋大学は東京都の大規模接種会場ということであの進んだんですがやはり4大学の間では東京医科歯科大学の全面的な協力でその他の大学でも職域接種ができましたあと今日お聞きの方は少しちょっと興あのあまり ご存じないかもしれませんが、国立大学では2022年度から第4期の中期目標、中期計画期間というそのための計画を立てているんですが、4大学で協力した項目も含めるというこれまでにないような取り組みにも、えー、取り組んでいます。それと今日私、実はあの後ろの何ですか、この、えー、っとバーチャル背景ですか、えー、中野学長のご紹介のあった これは一橋のウェブマガジン、えー、HQ ですかそれを後ろにつけましたあの一橋,橋 HQ で検索するとこれ出てきます。なんでこれあげたかっていうと、えー、中野先生のお話にもあった四大学の学長が、えー、座談会をした記録です。でこれ紹介したいのは実はですね、この中身って何,何が書いてあるかっていうと。 各大学の学長が自分の大学を自慢しているという、えー、なんと普通だとお人の大学の学長に自分の大学だけ自慢するかとこう思うんですが、やはりそれくらい我々、えー、と学長の間でもいろんな忌憚、えー、のない意見交換があって、それぞれの特徴を生かそうというような取り組みをしているということをぜひ知っていただきたいと思います。えー、さて、えー 今年も昨年に引き続きやむなくオンラインということになりましたが、えー、来年はどのような開催ができるか少し分かりませんが、まあ、オンライン開催をうまく使うことによって今日も全国の各地からたくさんの皆様にご参加いただけたと思っていますこれはうまくこれからも利用していきたいと思います一方で対面でやることの、まあ、ライブ感というんですかそういうものもうまく活かせればと思っています 来年も皆様方とお目にかかれることを楽しみにしているところです。最後になりましたが、ご参加いただきました皆様、講演いただきました先生方のますますのご発展を記念するとともに、この講演会の準備にご尽力いただきました、一橋大学中野聡学長、本日、司会もしていただきました、経済研究所黒崎 えー、高橋所長ほか一橋大学関係の皆様に深く御礼を申し上げ私の閉会の挨拶とさせていただきます本日は誠にありがとうございましたはい、えー、まず学長どうもありがとうございました